どうも、こんばちわんこ、すっころべいこです。仮面ライダーガッチャード第17話の感想動画です。ああ、もうね、深刻なガッチャ不足ですよ。まあ、前回の感想動画だとね、長谷川脚本と内田脚本のね、最高のケミストリーみたいなことを言ったんですけど、まあ、それはあくまでね、長谷川さんの脚本がその主軸として、内田脚本がいわゆるその長谷川さんが苦手としているかどうかはわかんないですけど、 ガッチャ要素が薄めなおそらく、港プロデューサーがやりたいであろう平成ライダーっぽい部分を担っていると思っていたからなんですよね。まあ、ここまでね、内田さんの脚本でガッチャードの盾の話が進んでいってしまうと、話は別なんですよね。グリオンが動き出し、マルガムも新しい形での登場、港先生の裏切り、ガッチャードデイブレイクの警告、今週はいろいろありました。 いろいろあった中で、新年一発目のガッチャードが目指したのは、新番組感。だそうですが、これじゃあただの手こ入れですよね。港先生の裏切りなんかは特にその、今までの積み重ねが効いているよねっていう風ではありますが、今週の展開は、ガッチャードのいいところが、すべてなくなってしまったような展開にしか感じませんでした。まあね、港先生が裏切るっていうのは、ショックはショックではあるんですけど、錬金術関連の掘り下げがほとんどなかったんで、 まあ、港先生って、記憶消す基準すげえさじ加減だったし、何か事情はあるんだろうけど、裏切るっちゃ裏切るか、くらいの感覚しか正直ないんですよね。ケミーはやっぱり危険だとか、アカデミー含めての錬金連合の内部崩壊、もしくはすでに崩壊していたと思わせる急展開、そんな悪いね、平成ライダーっぽさ出さなくてもいいんすよ。まあね、その、ケミーは年内に集めてもらわないととか、 そもそもなんで学生だけでこれやらせてんだとか、いろいろ疑問に思うところがあった中での今回の発言だったので、なんとなく筋は通ってるようにも感じるんですけど、結局それなんだっけが多すぎて、筋が通ってるようで通ってないというか、やっぱり錬金術が加速するっていうのが本当に嫌なところで予想が当たってしまったような気がします。そもそもね、ガッチャード世界の錬金術についていけてないというか、 乗れていないのに、加速されても置いていかれてるだけなんですよね。公式サイトでもね、これからギアを上げていきますよ、みたいなこと書いてあったんですけど、ギアを上げる前に、ちゃんとね、錬金術に乗せてくれよ。まあ、錬金術と書いて、ケミストリーって読むのかもしれませんけどね。正直、今回の展開もガッチャポイントとして無理やり乗ることは簡単なんですよ。そこまでひどい話でもないというか、まあ、キャラクターに思い入れができている人からすれば、一旦細かいことは置いといて、 まあ、デイブレイクの活躍とか、次回のファイヤーガッチャの登場の予告とか、人間味が出てくるスパナとか、ト先生の裏切りとか、楽しめる部分っていうのはかなり大きかったと思います。でもなんか、そこで盛り上がってしまうと、ね、なんか妖怪のノリに合わせるキョロジューみたいな違和感っていうのは、どうしても感じてしまうんですよね。作ってる側はね、そは楽しいんだろうけど、これガッチャって言われちゃうとさ、みたいな。 なんかこれもね、現在公開中の最強ケミィガッチャ大作戦でのマジェイド登場の時もね、思ったことではあるんですけど、楽しく見やすくとか、飽きさせないようなんか勘違いしてんじゃないかなっていう違和感というか、まあマジェイドに関しては、え今年竜気みたいなサプライズないのとかいうね、上層部に対して、 もちろん用意しておりますとも、みたいな流れだった可能性もあるので、一概に批判もできないわけなんですけど、やっぱ本編連動まではともかく、あそこまでね、大事に育成してきたリンネの初変身を、あそこでやるかという違和感もあります。制作人のマーケティング重視の暴走なのか、上層部へのポーズなのかは気になるところですね。まあそもそもグリオンがね、錬金連合内部で、 何かしらの実験を握っているからこそ、明確の三姉妹の信奉者なんてのが出てくるし、おそらくですけど、港先生はね、タ太郎たちを助けるために、ケミーの掟き手を持ち出してヒールを演じている。まあもっと言えば、なんか内部事情のきな臭さが分かっていたからこそ、無理難題の試験をタ太郎に挑ませて、この現状を打破できる能力を見定めていたのかもしれないし、何か諦めた人間っていうところは、まああるんでしょうね、港先生自身が。 ガッチャドライバーをそのタ太郎に管理させるような防波堤の存在にもなっていたのかもしれないよねとか、なんとなく筋が通っている中で、あれでも、不気味や調査官がああなったのって、錬金術もケミーも関係なくねっていうのが、まあちゃんとノイズになってる悪いガッチャーとかね、顔を覗かせてきたり、デイブレイクがもっとちゃんとわかるように言えな感じとかもね、なんか、ガッチャポイントになりそうな部分が全部、 悪い平成ポイントに加算されてしまってるのもね、なんか残念な感じなんですよね。そのガッチャードのいいところを免罪符にしようとしているのがどうしても気になるんですよ。この詰め込み展開で新章展開なんて最高にガッチャでしょって言われたら、じゃあ去年までのガッチャードって何だったんだよってなるんですよね。本編連動だか何だか知らないですけど、フロットビザードの話って、人間とケミーの共存っていうね、宝太郎の目標を考えると、 かなり重要な話だったから、やっぱ、あれをやった前提になってるっていうのも、まあ、今回で言えば、良くないポイントなのかな。なんか、港先生のね、裏切りに対してのショックのさもそうなんですけど、なんか、そもそもね、信じるものって、タ太郎の目線ではね、もう仲間みんなそうなんでしょうけど、本編で、そこまでの信頼に足る人物って描写されてるの、輪廻を除いたら、カジキと、まあ、お母さんと、サビマルくらいじゃないですか。 一応ね、宝太郎からしたら多分錬金術側のレギュラーメンバーだと一番付き合いが濃いのは錬金アカデミーに入る前から、まあ、知り合いだった高校の担任である先生ではあるんでしょうけどその高校生一ノ瀬宝太郎と担任の戸先生がねどの程度の距離感っていうのが宝太郎があまりにも人懐っこすぎるせいで掴みづらいというか逆にスパナみたいな性格とかであれくらい懐いてたら あ、よっぽど信用できる何かがアカデミー入る前からあったんだろうなってわかるんですけど、新年一発目で新章やるには、あまりにも積み重ねがなさすぎるというか、まだもうちょっとガッチャな前振りは必要だったと感じるシーンが多かった、新年一発目のノーガッチャなガッチャだったかなと思います。ケミーの描写にしてもそうなんですけど、今回は完全に人間ドラマ中心で、 ケミーの話は一切介入させず、まあ、マルガム出すために新しいケミー出したくらいですかね。本当に前半の良かった部分というか、その、ギーツからのね、肯定さも分かった上での批判上等で年齢層を下げて、まあ、いわゆる昭和ベターっていうんですかね、まあやって、で、修学旅行会でやっと花咲いたはずなのに、なんでいつもの平成ライダーやっちゃうんですかね。 まあそういった、いわゆる技術を引きずってるっていうと、ちょっと、あの語弊はあるかもしれないですけど、仮面ライダーは大人向けっていう人たちに対して、中指を立てて頑張ってきたじゃないですか。でもね、まあ、ここから新章開幕っていうことは、こういう雰囲気で今後は進んでいくっていうことなんだとも思うので、もうガッチャポイントが高いガッチャードを見ることっていうのはできないのかもしれません。まあ今週ちょっと思い出したんですよ。少し語弊のある言い方というか、まあちょっとうろ覚えな部分はあるんですけど、ようやくすると、 最初は内田さんが、まあ、単独メインというか、で、シリーズ構成しようとしたけど、どうしてもその、錬金術とケミー周りがまとまらないというか、おそらくガッチャな作品としての力が足りないという意味合いでの脚本作りに行き詰まっていたけど、長谷川さんが、なんか全て解決してくれたみたいな話。この話を思い出して、ああ、そっか。この人たちがもともとやりたかったのは、今の展開で、この展開に持っていくまでの宝太郎やリンネの魅力を出す方法が、 分からなかっただけなんだって。いわゆる長谷川さんとか、まあ、田崎監督が構築したガッチな世界観っていうのは、このための前振り、いいように捉えると、その世界観があるからこそ、 今の本来やりたい展開をできるまでの作品になったということなんですけど、嫌な風に捉えると、ガッチャっていう免罪符作りでしかなかったんだということなんですよね。まあ、港先生の裏切り展開をクリスマスにやらなかったり、明るい作品を作るっていう部分での一貫性自体はあるんですけど、 失礼なことを言っちゃいますけど、カチキとかレスラー G がなんで人気あるのか、本気で分かってないんじゃないかなという不安があります。というか本当に狙ってやってるわけじゃないんだっていう、なんだろう、がっかり感というか、明るい作品を作るっていうことさえね、その昨今の シリアス路線。まあさっきのそのギーツからの肯定さっていう話にも繋がるんですけど、なんかそれに対してのなんか逆張りとしか思えないというか、クリスマスにむしろ増えますとかもそうなんですけど、作ってる人がライダー好きすぎて、なんか内輪乗りの逆張りやってるだけにしか感じないんですよね。なんかそれが優秀な脚本家さんとか監督さんの手によって、明るい古き良き子供番組的な作風にたまたまなったのが、 去年までのガッチャードだったんじゃないかなっていう程度にはそのプロデューサー陣の発言と作品の楽しさに温度差を感じちゃうんですよね僕の配信とか動画ずっと見てくれてる人はなんかね何回も聞いたことかもしれないですけどなんか一周回ってねガッチャードが何やりてーかわからない作品になったなっていうのが 新年一発目新章開幕のガッチャートでした。まあ、次回以降も何か仕掛けがあるみたいなんで、まあ、そこでね、番組の指針が見えてくるとは思うので、ちょっと一回ガッチャは捨てて見てみようかなと思います。とりあえずカジキのことは忘れます、一回。俺は多分カジキを引きずりすぎてる。そしてガッチャを引きずりすぎてる。でも、それはガッチャートなのかなわかんなくなってきた、マジで。とりあえず一回フラットに来週から見ようと思います。 これからも特撮についての動画を出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。